さあ中央、坂博からシュートを打ってきた、右足こぼれ球が入った。先制ゴールは FC 東京。今そうですね、トスのパスミスからですけども、はい、非常にまあいいシュート、まあ、こぼれ球を狙ってましたよね。最後詰めていたのはユインスでした。まあこれ、まあ、ホンダのパスミスかですかね、はい、最後、まあ、ただね、最後高岡がこぼしたボール、中村のミドルシュートから抑えていいシュートでしたよね。よく詰めていましたユインス。素晴らしいゴールですね、はい、このシュートは良かったですよね。